さあ今日は4月19日月曜日の夜じゃないですね、お昼です。お昼でもない午前です。皆様こんにちは、平山茂と申します。さあ今日からね、新しい仕事でございます。ちょっと白が眩しいですか。白いポロシャツを着ております。 GU で買った。ドキドキしますが頑張ります。さあ月曜日、月曜日は楽しみだな。今日は当たっちゃうと思うな。今日は当たる、ロト6当てますからね。ロト6、さあロト6当たったらどうなるのか。もし高額当選した場合はですね、この見てくれている皆様に最大で1人100万円を手渡しをしに行くというね、企画で毎週やっております。毎週月曜日ロト6を買って、高額当選した場合は最大で1人100万円を私平山が自ら手渡しに行くという企画でございます。当たってほしい、当たってほしい。僕自身もいろいろ欲しいものももちろんいっぱいあります。やりたいこともいっぱいある。返さなきゃいけないものもたくさんある。それをしつつ同じように人生を頑張っている、そして見てくれている皆様に、最大では100万円は少ないと思うんですけれども、申し訳ないんですが100万円ぐらいにしかね、たくさんの人に渡そうと思ったらそれぐらいが限界になってしまうんですけども、なんとかねお渡ししたいなと思っております。私はもう言っておりますからね、コミットしておりますから、高額当選した場合。高額当選っていくらなんだって。高額当選っていくらですかね。やっぱ億ですよね。なん、まあ、5000万以上ですね。いや、3000万円以上、3000万円以上の高額当選した場合はプレゼント発動しますから。あれ、まだこれまっすぐかな。また後ほどお楽しみください。それでは、はい、今帰ってまいりました。ロト6も買ってまいりました。ではね、早速発表したいと思います。その前に皆様、本日月曜日、よくぞよくぞ休み明け頑張ってお仕事行かれました。本当に素晴らしいと思います。本当にお疲れ様でした。そしてご苦労様でした。大丈夫、大丈夫ですよ、絶対大丈夫、大丈夫だから、大丈夫ですね、大丈夫、早くロト6発表しろってね思ってる方もいらっしゃると思いますけれども、これだけは本当に言いたかった。大丈夫、あなたは大丈夫。はい、ロト6、今日は4月19日抽選となります。1578回ですね。ではちょっと画面をね、ちょっと切り替えてスッと、さあちょっといきますよ。なんと1等2口出てます。おっと、これはこれはすごいぞ。1等2口、当選金額は2億7300万飛んで7万5900円。やばいね。さあ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 、3、15、17、19、21、34、ボーナス数字が4。ほう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 、なるほど。僕はね、あの前回の数字を見て、今回ちょっといつもはランダムに結構バーって窓口で買うんですけど、今日はまあ3っていう数字が入ってくるんじゃないかなと思って3は入れてます。はい、ということでもう3が入ってるっていうことでね、もうこれ2億2
2億までカウントダウン始まりました。残り5つ。さあ、いきますよ。さあ、3は買ってますよ。3買ってます。15? ほう。ほう、15ね。はいはいはい。17。19。19ね。はいはいはい。21。はいはい。34。そう来る?そう来るか。はい、結果は出ました。お預けでございます。すいません。ほんと3が入ってただけですね。まああと19も1個だけ買ってましたけども、全然ボーナス数字の4も買ってましたけど全然です。15も買ってないし、17も入ってない。いやー、へこみますね、こんだけ入ってないと。まあ今日の結果こういう形になりますので、ここにねまたちょっと表示してもらってますけども、いやーひどいですね。まあまあしょうがないですね。もうしょうがない。すいませんね、本当にすいません。当たったらね配るとか言ってますけども、当たるのかっていうね、本当にいつ当たるでしょうか。これもまあずっと続けていきましょう。私毎日ね動画を配信しておりますけれども、週1のこの月曜日ロト6、お財布が持つのか心配ですが、このまま頑張って来週も継続していきたいと思います。今回は大外れ、大外れ、残念ながら1000円にもなりませんでした。まあ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 大丈夫ということで、また次回お楽しみください。いやー出ますよ、がぜん燃えてきますね、本当にね。いや本当に、もういいですね。さあ、今日はこのような結果になってしまいましたけれども、また来週月曜日楽しみにしててください。もしかしたら、もしかしたらするんで、そしてこれから毎週月曜日はちょっとね楽しみが増えましたか。増えてます。月曜日楽しみにしてくれてますよね。よしだよね、大丈夫だよね。続けます、続けますからね。もう誰も、僕が2億当たって誰も見てくれてなかったら本当その時は知りませんからね、本当にね。ちゃんとチェックしておいてくださいよ。月曜日は、月曜日だけでもいいですからね。月曜日以外はもう見ないっていうのも全然構いませんからね。ただ私はもう毎日大丈夫ってずっとあなたに対して言い続けますからね。たまに言ってない時もありますけども、感じてください、感じてください、感じてくださいよ。大丈夫って私がついてますからね、はい。さあ、まあ今日はこのような形になってしまいましたけれども、本当によろしくお願いします。さあ、ではまた明日お会いしましょう。平山茂でございました。明日も一日頑張りましょう。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫ですから。ではおやすみなさい、おやすみなさい。